ナルト、それにサクラだ。その声は、やっと見つけたってばよ。サスケ、サスケくん、こんなところにまで何の用だ。お前を連れ戻しに来た。子供のままだな、ナルト。お前にはホカゲになるっていう夢があるんじゃなかったか。サスケ、ナルト。早い。あの時のお前は俺の気まぐれによって助かった。けどな、今度は俺の気まぐれでお前は命を落とすんだぜ。仲間一人救えねえやつが木陰になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。ぶりぐらいだってばよ。そうだのう。はしゃぎよって。精神的には、ああ、え、ナルト？ナルトなの？え、さくらちゃん？いつ帰ってきたのよ。久しぶりじゃない。うわ、久しぶりだってばよ。
ってわけで修行は終わったんだけど、ほんとエロ仙人ってば容赦なかったってばよ。どれもこれも全部お前のためだっての。ああ、うん、それじゃあそろそろ場所を移しましょうか。あ、どこ行くの？あんたね、里に帰ってきたならちゃんと綱弟師匠に挨拶しないとダメでしょ。あ、そうか。でも綱弟のばあちゃんか、ばあちゃんに会うのもすげえ久しぶりだってばよ。さ、それじゃ行くわよ。おっす。やっと。うん、いいだろう。この通りに進めてくれ。了解っす。しっかり頼むぞ、二人とも。入れ。師匠、ジライア様とナルトをお連れ。はぁ？鹿丸？って、おい、ナルトじゃねえか。こいつ、あのチビか。変わりないようだな、ナルト。綱手のばあちゃんも、みんな久しぶりだってばよ。そうか、修行は無事に終わったか。にひひひ、俺ってばバッチリ強くなったからな。どんな任務でもこなしてやるぜ。おお、なかなかの自信ですね。ふん、だったらその自信が本物かどうか試させてもらおうか。どういうことだよ。カカシ。カカシ先生。よう、元気そうだな、ナルト。ナルト、そしてサクラ。これからお前たちには試験を受けてもらう。試験ですか？なに、別に難しく考えなくていい。お前たちにやってもらうのは、3年前にもやったあの鈴取り演習だ。鈴取り？なんで今頃。お前たちがこれから共に任務を行えるかどうか、その見極めをさせてもらう。見極め？試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな。わん。それじゃ、待ってるぞ。今度は失敗できないわね。ああ、修行の成果見せてやるぜ。
おお、来たな。それじゃ始めますか。ルールはこの俺から鈴を取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を取ることはできないからな。今度は絶対奪ってやる。どうやら今回は俺も少し本気を出さなきゃいけないみたいだな。よし、それじゃスタートだ。行くぜ。戦闘開始。アイテム入手。うまく合わせなさいよ、ナルト。行くわよ、ナルト。よっしゃ。いやー、しかしお前らも強くなったね。まさか本当に鈴を取られちゃうとはね。俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ、偉そうに。ま、とにかく二人とも試験は合格だ。今後は俺と一緒に任務をこなしていくことになる。おう。これからの任務に関しては後々説明してやる。とりあえず今日はこれで解散だ。体休めとけよ。さーてと、演習も終わったし、俺ってばこれから何を。やっぱこ、あ、そうだ、さくらちゃんも一緒に行かね。ちょっと用事があるし。そっか、用事があるなら仕方ねってばよ。あんた久しぶりの一楽でしょ。私に構わないで行ってきなさい。うん、分かったってばよ。よーし、そんじゃ一楽ラーメンに直行。どこに落としたんだ。兄ちゃん、こんなとこでキョロキョロしてどうかしたのか。なあ、この辺りで紙切れを見なかったか。紙切れ、どうだろう。とにかく紙切れを見つけたら俺に届けてくれないか。まあそれくらいお安い御用だけど。
ナナ、兄ちゃんが探してたのってこれ？それだ！持ってきてくれたのか、助かる。それって何？これは俺が書いてる日記？なんで日記が落ちてんだ？恥ずかしい話だが、日記帳が壊れていることにずっと気づかなくてな。知らないうちにかなりの枚数の日記を落としてしまっていたらしい。かなりの枚数ってまだ全部集まってないのか？まあな、我ながら間抜けだったと思うよ。仕方ねえな、俺も拾うの手伝ってやるよ。お前の申し出は嬉しいが、それはさすがに頼めないよ。他のページもこの辺りに落ちてんだろ。だったらすぐに見つかるってばよ。いや、これまた言い難いことなんだが、日記が落ちているのはここだけじゃないんだ。え？俺は各地を旅をしている最中でな、ここに着くまでにいろいろな場所に行ったんだ。だから日記は砂隠れや川の国、各地に落としてると思う。各地って？あ、だから言ったろ、頼めないって。ああ、もういいよ。もう乗りかかった船だ。その日記全部集めてきてやれよ。どうせ俺ってば任務とか依頼とかでいろんなとこ行くだろうしさ。そうなのか。任しとけ、バッチリ日記を集めてきてやるよ。ああ、頼むな。もし全部揃ったら何か礼をさせてもらうよ。ナルト。イルカ先生。うん、めえ。やっぱラーメンはおっちゃんとこに限るってばよ。ふっ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。イルカ先生もラーメンサンキューね。今日は帰郷祝いだ。どんどん食べていいぞ。幸せだってばよ。しかしこれからが大変だな、お前は。え、なんで？ん？聞いてないのか？お前の同期で中忍になってないのはお前だけって話は。ああ、なんだ、本当に聞いてなかったのか。俺はてっきり次の試験にお前が出るものだと。そうだ、あいつはガーラはどうなったんだってばよ。ガーラ？うん、あの子はちょっと特別だ。特別ってどういうことだよ。実はな、あの子は砂隠れの風影になったんだ。風影。おかげを目指してるお前としては先を越されてショックかもしれないが。そっかやっぱガーラはすげえってばよ。ナルト？あいつは頑張ってすげえ努力して
そしてみんなに認められて風かけになったんだ。よし、俺も負けてらんねえってばよ。そろそろだな。油断すんじゃねえぞ、デイダラ。相手は人中力なんだからな。オイラの術は全て芸術だ。それにちゃんと準備はしてきている。うん。まあ、サソリの旦那は見てればいい。あまり待たせんなよ。一尾四角の人中力、砂漠のカーラか。どんなものか楽しみだ。成功。ん？おお、よくオイラの潜入に気づいたな。さすがは砂隠れの風かけってとこか。ん？この砂漠にあんな鳥はいない。隠密行動は失敗だな。しかしてめえを探す手間が省けだと。その衣、お前が暁か。お前の好きにはさせない。これは結構楽しめそうだな。しても遅い。めっそめっそ。その程度か。話にならん。こいつは想像以上だな。だが、しまった。戦っている隙にお前の砂に起爆粘土を混入させてもらった。
砂を常に身近に携帯しているのがあだとだ。殺さないようにってのが割と難儀だったけど、ノルマクリアだな。倒したほどのやつだ。お前だけではどうにもならん。追尾するだけにしろ。絶対に手を出すな。ああ、できたらな。この先だな。あまり時間はかけられねえ。速攻で捕まえてやるじゃん。返してもらうぜ。仕方ねえな。ここは俺がやってやる。ほう、楽しめそうじゃねえか。悪いが、一瞬でケリをつけさせてもらうぜ。
恐ろしさってやつを存分に教えてやるぜ。手加減はできねえぜ。俺からじゃん。余裕じゃん。なるほど、筋はいい。だが、そろそろ毒が回ってきた頃だろう。まさかお下がりを持ってる可愛い後輩が相手とは、久々に楽しい戦いだったぞ。お下がりだと。じゃあまさかてめえがクグツ部隊の天才造形師と謳われたあの赤砂のサソリだったのか。お前のようなガキにまで名を知られてるとは光栄だな。なぜお前が。お前などに話して何になる。畜生。綱手のばあちゃんに任務の催促でもしに行ってみるかな。敷の中から聞こえたってばよ。わい、エロ仙人ナルト、そいつを倒せ。え早くしろ。あ、オース。
ってば人形じゃねえか。そっちも終わったか。ねえばあちゃん、これってばどういうことだよ。ちょっと術の開発に失敗してね。術の開発？とある忍びの木遁忍術と私の幻術を組み合わせ、真術をどうにも組み合わせが悪かったらしくてな、何度やっても制御できないんだよ。ったく。そんじゃあさっきのエロ仙人は幻術のせいでエロ仙人の姿に見えてたってのか？その通りだ。木人形に近づくと幻術が発動し、まるで本物の人間のように見えてしまう。だからさっきエロ仙人を倒した後、術が解けて木人形になったのか。でももう木人形は倒したし大丈夫だよな。次。いや、そうだな。実はすでにいくつもの木人形たちが周囲に飛び出していったりするんだな。これが。だ、安心しろ。すでに討伐部隊を向かわせた。いやいや、そういう問題じゃねえ気がすんだけど。というわけで、ナルト、お前にも同様の任務を与える。いきなりだな、ばあちゃんってば。いいか、お前はこれに書かれた木人形を倒してくる。それがお前の担当分だ。あのさ、俺の担当分だけでも結構な量なんだけど、ばあちゃんってば何回失敗したんだよ。うるさいよ。さあさっさと行け。了解だってばよ。さてと、引き受けたはいいけど、この任務ってばかなり時間がかかりそうだな。明日からじっくり進めていこう。焦っても失敗したら。さてと、今日は何しよっかな。ナルト、どうしたの、さくらちゃん。なんか急いでるみたいだけど。綱出師匠からカカシ班に緊急招集がかかったわ。何か良くないことが起こったみたい。良くないこと？今はとにかく師匠の部屋に急いで。カカシ先生はもう来てるから。一体何事だってばよ。